生駒正種は、江戸時代初期の大名生駒家の一門。佐ぬ高松藩の家老。生駒証言の子。通称は縦脇。父の証言は、高松藩主、生駒正俊高俊市府に、主席家老として仕えた。元那7年に、正俊が没し嫡男の高俊が家督を継ぐと、東道高虎と、次府市が、後継に役となった。 そして、正言不死の影響力をそごうと、自らの家臣前野助左衛門と、石崎若さを、生駒家の江戸詰めの重心とした。寛永十年にの正言の病没後、縦脇は家督を継ぐが、前野により、家老職を免職となった。逆に、前野と、石崎は県政を振るい、戦王が目立つようになり、これに不満を持つ一門不大の家臣たちは、 縦脇を解き立て、前野と石崎の火を親類へ訴えることになった。これが、生駒騒動の発端である。官営14年7月、生駒縦脇は、江戸へ出て、東道家の判定行き、訴状を差し出した。訴状を受け取った、東道工事は、容易ならぬことと思い、土井と勝や生駒家園石の、 脇坂安元と相談し、穏便に済ますよう盾脇を節有して国元へ帰らせた。しかし、家中の対立は収まらず、官営15年10月、盾脇は再び工事に前のと石崎を厳しく、裁くよう訴え出た。国元にあった工事は盾脇を津に呼び、家中の不和が続くようでは、お家滅亡になると悟して返した。 官営16年5月、工事は一件を収集するため喧嘩料成敗として、双方の主だった者5人に、前の、石崎及び、国元から立脇を、東道判定に呼んで説得し、彼らは切腹することを承知した。立脇は、東道家の領地の伊賀国へ退いた。しかし、対等派は忠義の者が同罪というのはおかしいと、江戸にいる藩主高とに、 立脇ら忠義の者の命を助けるよう訴えた。それまでの天末を知らない高都は驚き、工事に抗議したため、工事は貢献職から手を引いた。これにより、立脇は国元に帰った。前野と石崎も切腹をやめ、前野石崎派は、老中、稲葉正勝を介して幕府に訴状を提出した。そして、武装をして、一族老党が、 国元から退去し、大騒動に発展した。幕府の戦議により、前の石崎派は武装して立ち退いたことなど、幕府の心象が悪く、四人が切腹、また多くの者が処刑となったのに対して、対等派に対しては、伊駒立脇は主人に対して中心あるとして、出雲国松江藩にお預け、その他の者も諸大名会お預けとなった。藩主の伊駒高都氏は、 出羽国へる財となり、官人領として、矢島一万国を与えられた。松江藩にお預けとなった縦脇だったが、前の、石崎派で、処刑された、飯尾金友の甥い、飯尾剣晴れのあだうちを受け、松江藩が老人部火星邸で命を終える。墓所は、香川県高松市の高賢寺。剣晴の弟、剣勝は叔父剣友の養子となっており、 剣ともに連座して処刑された。剣馬では正種をおじと弟のあだとして付け狙い、過労をとべけに、遠山一郎左衛門の変名で鷹城として使え、正種に接近し本会を遂げた。松江半祖、直政公寺席。ありがとうございます。